チェ・ダニエルは、韓国の俳優、J ・ワイドカンパニー所属。身長186センチメートル、体重73キログラム。2009年から2010年にかけて、MBC で放送された人気番組、明日に向かって、ハイキックに、外科研修医自紛役で出演し広く知られるようになり、2010年に MBC 芸能大賞、コメディ、 シットコム部門で男性新人賞を受賞した。その後、連続テレビドラマ、童顔美女や映画、白の恋愛捜査団などの作品に出演している。1986年に生まれ、シナム国民学校、シナム中学校、クアンムン高等学校を経て、西雲大学校放送演技学科に入学。2005年19歳の時に、KBS で放送された連続ドラマ、 黄金のリンゴに早くで出演して芸能界に本格デビューした。その後2008年になって同じく KBS の連続ドラマ彼らが生きる世界に出演した。このドラマはテレビドラマ制作関係者を登場人物にした群像劇でジェダニエルは助監督ヤンス・ギョン役として登場した。2009年には MBC の連続ドラマよくできました。 で、幼い子供のいる若い父親うにょく役を演じ、映画、ヨガハグオンに、脇役でいてたが、その年後半から2010年かけて、MBC で終日夜に放送された、シットコム、明日に向かって、ハイキックに、外科研修医役で出演したことで、番組の人気とともに、その存在が広く知られるようになった。この作品で2010年 MBC 芸能大賞、コメディ。 シットコム部門で男性新人賞を受賞している。二千十年九月に公開された映画、白の恋愛捜査団では主演としてオムテウン、イミンジョン、パクシネと共演した。二千十一年は連続ドラマ二作、童顔美女とザミュージカルに出演した。五月から KBS で放送された童顔美女では、チャンナラ演じるヒロインの相手役、チェジヌクを演じ、KBS 演技大賞。 ミニシリーズ部門男性優秀賞を受賞した。9月から SBS で放送されたザ・ミュージカルでは作曲家の本ェイ役を演じた。2012年には5月から SBS で放送された連続ドラマファントムに出演し、8月に公開された映画共謀者でイム・チャンジョンと共に主役を務めた。 12月から翌2013年1月にかけて KBS で放送された高校を舞台にしたドラマ揺れながら咲く花では国語教師関瀬ちゃん役で出演している。ありがとうございます。